はい、こんにちは、軽動物医療センターさんです、今日はヒョウモントカゲモドキについて2番目ですね、2回目です、はい、第2回前回は食事のことについてお話しました。もう一回軽く触れると、人工栄ペレットがいいですね、主体にしながら昆虫にカルシウムの粉をかけて、でたまに月に1回か2回ビタミン D3 をかけるといいということですね。あとそう、昆虫で生きたコオロギをあげる場合は、まあ、かわいそうなんだけど、その生きたまま1匹パッと入れると、そのコオロギがレオパをかじることがあるんで、まあ、前もって生きをあげるときは頭ちょっと潰してですね、動かない状態にしといてから与えた方がいいかなと思います。で今日は、環境についてお話したいなと思います。よいしょ。で環境、食事についてですね、この間お話ししましたね。で環境ですね、で環境についてはですね、まあ環境温度、環境温度はですね、大体25から30度ぐらい、まあ25から35度ぐらい、それぐらいがいいかなと思います。それからあと湿度に関しては、あまり乾燥していると良くないんで、40から 60% ぐらいの湿度があるといいかなと思います。まあ本当はもうちょっと湿度あってもいいかもしれません、70とか80とかね。ただですね、飼育していく上であんまりコンスタントにね 78% の湿度があるとカビが生えやすいんでね、まあ40は切らないようにしていただきたいなと思います。それからあと夜ですね、夜はちょっと温度下げて16度から18度ぐらいに温度を下げてあげると、なんか睡眠の質が良くなって健康的になるという、そういう文献もあります。であともう一つは、あのシェル、まあ大抵皆さんやってらっしゃると思いますけど、隠れ場所ですね、シェルターなんかを使って隠れ場所を作ってあげるということが大事かなと。それからあと床材ですね、床材に関してもですね、何でもかじって食べちゃう可能性があるんですよ、その個体によってはね。だからあのかじれない、あの一番よろしくないのがちっちゃい石ね、小石だと本当に飲み込んでレントゲン等と胃の中に小石が入ってるケースもまあまあ見受けられますので、ペットシーツとかキッチンペーパーとか、そういったのを使われるといいんじゃないかなと思いますね。でまあ食事のことと、それから今言った環境のことをちょっとお話しましたよね。であとはまあよくある病気のことについてもちょっとお話ししようかなと思います。が病院に来るケースで一番多いのは、脱皮不全というよりも食事を食べないと、拒食症はもうあの2週間も3週間もひどいこと1ヶ月も2ヶ月も食べてなくて来られるケースが多いですね。でそういうこう、まあ、あの口を開けて、で口腔粘膜の色を見ると大概とても色が悪いです。前回にもお話ししたかと思うんですけど、口の中の色っていうのは顔色に相当します。だから口の中の色見て、ちょっと赤みがかったピンク色してれば健康的ですけども、それが食べるのが少なくなってきたり、なんか他に問題があったりすると色が悪くなって貧血してきます。で貧血ということは赤血球が少なくなってくる、赤血球が少なくなってくるということです。で赤血球の中にはヘモグロビン、HB って書きますけど、ヘモグロビンがあります。でこのヘモグロビンが酸素とくっついて全身へ、まあ、赤血球、それで酸素を運ぶわけです。
そうするとこれが少なくなってくると酸素を運搬する能力が少なくなります。そうするといろんな臓器、多臓器、多臓器の機能が落ちてきてしまうと、多臓器機能が落ちてしまう。だけどまあよくしたもんでね、これ優先順位があってね、酸素が、まあ、赤血球が酸素が送られるのが少ないとなると優先順位があって、生命活動に必要なの自分の脳とか肺とか心臓に一番優先で、まあ、血液が送られると。2番優先が腹内臓器、胃とか腸とか肝臓とか腎臓とか膵臓で、3番目が体の表面ということにで、まあ、血液酸素が送られてますね。だから食べずに、まあ、病気って言うのかな、拒食症で。ここでね、まあ、ちょっと定義があるんですけども、生体だったらもう2週間以上食事をとってなければ拒食症です。だから生後6ヶ月未満、病態であればどれぐらいだったかな、5日だったかな、病態ですと5日間食事を取らないとそれはもう拒食症になります。そうなると、まあ、貧血を起こしてきまして、そうすると貧血を起こせばその皮膚への血液供給が悪くなるから脱皮不全とかね、そういうことも起こしやすいかなと思います。だから大人では2週間以上、6ヶ月未満の子であれば5日以上、ご飯を食べないのであれば早めに近くの動物病院に相談した方がいいんじゃないかと思います。はい、まあ、今回は環境についてね、環境はまあ25から30度ぐらい、もしくは35度ぐらいの環境 で湿度は40から60%、乾燥させないようにしてほしい。それからスプレー、霧吹きをかけてね、湿度を上げる方法もあります。でもその時は必ず生体にはレオパにかけないようにね、壁に吹きかけるようにしてください。それからあとは何だっけな、環境、あ、そうか、夜ですね、夜はちょっと温度を下げてあげた方が、18度ぐらいかなに温度を下げてあげた方が健康で長生きできるというデータもあるようです。で、病気に関しては、まあ、拒食症、まあ、要はご飯を食べなくなっちゃったと。で、これは生体、大人だったら、まあ、2週間、幼体、生後6ヶ月ぐらい前だったら5日間、食べなければもう拒食症だと思いますので、そうすると貧血を起こしていろんな体の臓器の機能が落ちてきますんで、早めに相談してもらった方がいいと思います。はい、じゃあ今回は以上です。